エーィンゲンイコールネッカーハウゼン。エーィンゲンイコールネッカーハウゼン。エジンゲンネッカーハウゼンは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州ラインイコールネッカー軍に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。マンハイムとハイデルベルクの間に位置し、ネッカー側に面している。エーィンゲンイコールネッカーハウゼンは、ラインイコールネッカー大都市圏に属す。 マンハイムの南東約1 2トル、ハイデルベルクの北西8トルのネッカー川左岸に位置する。ネッカー川の対岸は、真向海、北がラーデンブルク、北東がドッセンハイム、西がイルフェスハイムである。町の本体から離れて2つの小さな集落が、マンハイムのライナウハーフェン南、ブリュール近郊のライン川沿いに存在する。この集落を介して、 エーリンゲンイコールネッカーハウゼンは、ラインラントイコール、プファルツ州の町オッターシュタットと境を接している。自治体としてのエーリンゲンイコールネッカーハウゼンは、二つの地区からなる。エーリンゲンとネッカーハウゼンである。この二つの地区は、どちらもほぼ同じくらいの面積で、かつてはそれぞれ独立した自治体であった。公式には、エーリンゲンイコールネッカーハウゼン。 オルツタイルと称する、オルツタイルイコール、地区。エーディンゲン地区には、エーディンゲン集落の他のイコールエーディンゲン、エーディンガーホーフが含まれる。ネッカーハウゼン地区には、ネッカーハウゼン集落とバイアーホーフが属す。ノイイコールエーディンゲンは、マンハイムのフリードリヒスフェルト地区と共に一つの大きな、集落を形成している。境界は、両者の真ん中にある表示板で、 そうとわかるだけである。エーディンゲントネッカーハウゼンは、穏やかな気候と、肥沃な土壌を持つことから、ケルト時代から、すでに入植が始まっていた。1778年に、プファルツ選帝校の宮廷がマンハイムからミュンヘンに移転すると、オーベルンドルフ男爵、フランツアルベルト、1720年から1799年、が、選帝校。 カールテオドールの代官としてマンハムを治めた。その法奨として彼は1790年に帝国博に昇格した。ネッカーハウゼンはこの新しい貴族家の所領となり、摂集領とされた。この家系の最後の男性オーベルンドルフ博アルフレート、1870年から1963年はソフィアやワルシャーで大使を務め、1918年11月には、 外務省代表としてコンピエーニュで休戦条約締結に臨んだ。彼もまたこの土地の墓地に埋葬されている。エーデンゲンとネッカーハウゼンは1689年にプファルツ継承戦争のため焼き払われた。プファルツ選定効果が廃止された後、1803年に両村はバーデンとなった。エーデンゲンはシュベツインゲン管区、ネッカーハウゼンは ラーデンブルク管区に属した。両者は後にいずれもアムスツルクマンハイム、後のマンハイム軍に移管された。1849年のバーデン革命では、ネッカーハウゼンとそのネッカー側に架かる橋は、革命軍のタイプロイ戦闘争の共闘歩であった。ネッカーハウゼンの村長は、革命軍を支持したため、後に3ヶ月間の監獄刑に処せられた。集落本体とは、 離れた場所に1900年頃にフライアテック社が進出し、これによりフリードリヒスフェルトの住宅地のすぐ隣にノイコールエーディンゲン入植地が新たに作られた。政治的には1871年からエーディンゲンでは国民自由党が最も有力な政党であった。1903年にこの地位は社会民主党に変わった。バイマル共和制の間は、 左派政党が常に多数を占めたが、その解散後1924年から中央党が多数党となった。1932年には NSTP が第一党となり、1933年には33%の票を獲得した。ネッカーハウゼンでは中央党が選挙協力を結びながらも1871年から1933年まで、 最有力政党であった。ただし1919 19年から1920年までは、社会民主党がこの地位を奪った。第二次世界大戦後、エーディンゲント・ネッカーハウゼンは、アメリカの管理区域に属した。バーデン大公国は廃止され、この町は新しく創設された、ビュルテンベルクイコールバーデン州に組み込まれ、1952年から、バーデンイコールビュルテンベルク州となった。 1973年のバーデンイコール、ビュルテンベルク州の軍域再編の時代に、マンハイム軍が廃止され、二つの町は新たに、設立された、ラインイコールネッカー軍に組み込まれた。1975年5月3日に、市町村再編の一環として、エーディンゲンイコール、ネッカーハウゼンとして合併した。先帝公、オット・ハインリヒは1556年に、宗教改革を観行した。 プファルツ選定校領の下で7つの宗派を渡り歩いた後、18世紀の初めから、どちらの地区においてもプロテスタント信者とカトリック信の数はほぼ同数である。エーディンゲンではわずかにプロテスタントが優勢、ネッカーハウゼンではわずかにカトリックが優勢である。エーディンゲンには1963年から新首都派教会がある。エーディンゲンイコールネッカーハウゼンの議会は5年ごとの 直接選挙で選出される22人の議員からなる。これに市長が議長として加わる。ローラント・マルシュ、SPD は1991年からエディンゲン、イコールネッカーハウゼンの市長を務める。1999年と2007年に再選されている。ズンガラ、銀字と黒字に左右に分割。向かって、左は端から、 橋まで貫く下場が鋭く尖った赤い十字。向かって右は赤い爪、赤い下の金の獅子。この町の紋章は、エーリンゲンとネッカーハウゼンに関係する衣装を組み合わせて新たに制定されたものである。ロルシャークロイツはロルシュ修道院との歴史的関係を思わせる。プファルツの獅子は、もともとネッカーハウゼンの紋章に描かれていた。旗は赤から白で、 1977年に紋章とともに、ラインイコールネッカー軍当局の認可を得た。ネッカー側下半、ネッカーハウゼンに立つ、オーベルドルフ博の技古典主義様式の上官は17世紀の、はじめにツルンウンタクシス家の宿駅として建設された。この建物は、時代とともに何度も拡張を繰り返した。現在の外観は、1910年から1911年の、 オーベルドルフ博フリードリヒによる増築によるものである。1960年以降上官は行政庁舎として用いられていた。西側はイギリス式庭園がある。バロック教会はオーベルドルフ博の援助により建設され、1783年に完成した。その外観からラバリアティの設計によるものと思われる。蝶道に組み込まれた形の塔は、 三階にあたる部分に、長ょの破フがあり、特徴的なギボシ型の屋根にあってか、屋根と壁の間の部分に、レリーフや壁を施したものを持つ構造である。この建物は1960年に世俗化され、守護聖人の聖アンドレアス像は、すぐ裏側に建てられた新しいカトリック教会に、移された。新しい教会の中心部分は、裁判室の鋼鉄と、コンクリートでできた丸屋根に、 銅の大位を被せた構造である。プロテスタントのルター教会は1934年に建設された。1964年に中央の方形の塔並びに彩色ガラスの壁を持つ二つの脇祭壇を含む大規模な増築が行われた。エリンゲには1792年に建造された九つの鐘を持つギコテン主義様式プロテスタント教会がある。近くには 旧ビール醸造所がある。1995年にそれまで維持されてきた住居部分のオリジナルのファサードが改築された。向かいにある球場館庭園は現在私立の公園施設になっている。カトリックの聖ブルーダークラウス教会は18世紀に建てられた聖バルトローメ教会に代わって1960年に建てられたネッカーハウゼン城は 1995年から、エーディンゲンイコールネッカーハウゼンに関するいくつかのテーマに基づき展示品を入れ替えている。常設展示についても計画中である。この街は、マンハイムとハイデルベルクを結ぶ連邦アウトバーン A656 号線沿いに一致している。これと、並行して、修道 L637 号線、旧連邦道 B37 号線が走っている。 A656 号線を使えば数分で A6 号線や A5 号線にアクセスできる。ネッカー川の対岸にあるラーデンブルクとの間には定期的にフェリーが運行している。また鉄道の橋がかかっており自転車や人もこの橋を利用することができる。ラインイコールネッカー交通連盟のサービス提供地域に属すこの町の公共交通機関は オーバーライン鉄道の路線網がラインイコールネッカー交通により運営されている。エーディンゲン地区は資電路線第5系統の路線がマンハイムやハイデルベルクを結んでいる。エーディンゲンからそれぞれの街の中心部へは約30分、20分であり、それぞれの中央駅までは35分、10分の距離にある。エーデンゲンには MVVXAG の駅や信号所 車庫がある。ネッカーハウゼン地区は、バス路線42系統と46系統により、エーディンゲン、ノイーコールエーディンゲン、マンハイムイコールゼッケンハイム区や、マンハイムイコールフリードリヒスフェルト区と結ばれている。ノイーコールエーディンゲン地区には、ドイツ鉄道のマンハイムイコールフリードリヒスフェルト駅がある。起動施設はすべて、マンハイム市内にあるのだが、 駅舎は、ノイイコールエーディンゲン地区に位置している。近郊鉄道は、マンハイムやハイデルベルクに至り、マインイコールネッカー鉄道を経由して、ダルムシュタットやフランクフルトアムマインへ直接向こうこともできる。マンハイマーモルゲントラインイコール、ネッカーイコールザイトングにエーディンゲンイコール、ネッカーハウゼンのローカルな話題が掲載される。街の行政広報は、週ごとに発刊される。 行政活動は、エーディンゲン地区に新しく作られた町役場で行われている。ネッカーハウゼン上には、住民家と戸籍役場の支所がある。エーディンゲンのペスタロッチシューレとネッカーハウゼンのグラフフォン・オーベルンドルフシューレは共に、実業学校を併設した基礎家庭、本家庭学校である。この他に、エーディンゲンイコールネッカーハウゼン市民大学や、 マンハイム音楽学校の文庫がある。どちらの地区にも公立図書館が設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。